モアモアチャンネル。モアモア。ポチッと、よし、オッケー、今からスタートでございます。モアモアラジオ第3回目始まります。あ、ブルーさん来た。入ったか。ブルーさん来た。入った入った。します。もしもーす。聞こえます。音量がちょっとちっちゃい。あ、そう。こっちバッチリなんだが。あ、できたっぽい。できたっぽい。聞こえます？オッケーです。あ、オッケーです。あ、よかった。マックスだけど。でもこっちバッチリ聞こえてますよ。あ、本当？はい。よかった。あ、よかったよかった。今日テレワークですか？そう、一応月末まで。あ、そうなんですね。うん。そしたらもう月末までスリムルさん呼び放題。ちなみにもうね、録画スタートしてます。あ、そう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 、もうスタートしてますので、これ入れる人どんどん入ってきて OK ですよ。水木さん、何が始まるんです？これなんだろうね。水木さんも入り方わかんないのかな。あ、でも前入ったよね。聞こえてはいますよ。あ、入ってる。あれ、表示されてたわ。ただ聞こえてるじゃん。いらっしゃい。聞こえてますよ。あ、聞こえてましたか。いらっしゃい。あ、これやさぐれ丸さんもちらっと来そうな感じじゃないですか。あのツイッターの方でリアクションしてくれてます。カモーって置くとこ。カモーって。なんか前回とほぼほぼ同じ顔ぶれ。そうそうなのよ。前回と同じ。トモさんはね、勧誘してみたよ。トモさんですか？あ、滑走ですか？うん、そう。おー、来てほしい。滑走赤トモさん。あ、いる。一応招待送っとく。いる？招待。気づいてくれるかな。いや、気づかなかったらおいでって LINE するから。いや、本当ですね。あれ、なんかゴールデンウィーク、遅れのゴールデンウィークみたいな、なんか9連休だっけか。あ、すごい長い。ちょうど来れるんじゃないですかね。招待したんだが、誰か入れそうな人ね。あと、ガクさんも今日家にいるよ。ガクさん絶対出てくれないでしょ。だって今日ジョー受け取ってるから絶対家にいるし。あ、ジョーだったんですか。絶対出てくれないよ。でも出てほしいですね。聞いてみるかな。メッセージしてみよう。だってトモさん知ってるよね、多分ガクさんの LINE ね。あ、そうなんですね。あ、そっか、なんか直したりとかしてますもんね。そうだ、トモさんが来たら、ガクさん招集してもらえばいいんです。あ、そうですね。そうだ。トモさん自体でいけるかな。お、誰だ、ガサゴソしてるのは。いや、私です。すいません。以上。マークついてた。ガサゴソ。どっから音鳴ってるかバレるからね。あ、そうなんだ。そう、わかる。下手にできないじゃないですか。あ、もう完全にこの音マークが出ちゃうからね、絶対バレるよ。やめてや、神聖なラジオで。ちょっと、なんかすごい音が羽織る。私の声の後に声が続いてる。本当だ。なんでだろう。あと入ってる。でも気になるのが緑茶さん。気になるのが緑茶さん。多分今招待しても来てくれないですよね。え、してくれるんじゃない？だって。してくれますか？来てくれないかな。招待だけ送ってみます？送ってみようよ。いや、送ってみたらいいかな。めっちゃ緊張する。緑茶さん来れば、ガクさんは確実に来ますからね。あ、そうですね。猫かぶりの。巻き絵ですから。そうです、ね。巻き絵。確かに。ちょっと一応招待だけ送ってみますかね。ガクさんホイホイ。ガクさんホイホイ。来れるかな。あら、トモさん今ご飯食べてるって。食べながらでもいいのに。謎です、ね。水木さんいますか？あ、いますよ。あ、いや、全然喋んないんだもん。ライブ感覚で。聞いていらっしゃる。
そうそうそう。あれ、私、おみちゃんさん、来たかったんですけど、うんうん、はい、はいはい。あれって、あの動画のやつって、なんかアプリで撮ってる感じなんですか？え、動画のやつって何ですか？編集ですか？あの、なんか、そう、加工してんのかなと思って。ああ、あれが、写真？真の姿です。いやいやいや、絶対違うだろ。あれは受ける。毎回。マット、マット、あれ。もう最初、マットカーアプリ使ってるのかと思って、なんか、そう、何使ってんだろうと思って。マットカーアプリってあるんですか？逆に。そう、なんか、一回、一時期マットが、マットの顔面流行った時に、そのマットになれるアプリみたいな、流行って、いや、普通にスノーですよ、スノー。スノーであそこまでゴリゴリ行く？うん。うん。ほんと？いや、めっちゃウケる、あれ。ちょっと怖いけどね。ね。ちょっとね、画面が違いすぎて怖い。うん、女の人見たくなってる。もう見た人はね、みんなね、夢に出てくるようにね。あ、そう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 。あの、スリブルさんに聞きたいんですけど、はい、さっきあの動画の方にコメントじゃないですか。あ、定石。そう、あれ、なんですか、あれは。あ、知らないの？多分知らない。何ですか、それは。あのね、はい、イオン交換樹脂、イオン交換樹脂を使った浄水方法なんだけど、はいはい。いや、浄水器って浄水じゃん、すごい。はいはいはい。だから、あの、よく、なんていうかな、淡水の時とかって小型清掃に使ってた、はい、清掃の中にボチャンっているタイプのろ過器、わかんない、はいはい。のところの、ロザイオで、はい、はい、そこにイオン交換器入れる。で、ひたすら回すと、はいはい、TDS がゼロに、水ができるから、はいはいはい、それに人工入れて水返す。それが、そう、最初にかかる人がすごい安いのか。ですよね。うん。だって、バケット、その、ろ過器と、あとなんだ？交換樹脂か。全部合わせて7000円。安っ。そう。だから一番高いのがバケツなの。バケツ、あの大きいやついくらしたんですか？そう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 。あれいくらぐらいなんですか？あれが、60リリッター入るやつで3000円ぐらいして、おー、だから要は、そんなに水を、そこまで水替え量少なければ、そんなバケツ自体高くないじゃないですか。そうですね。さ、もっと安くなるんだ。そう、もっと安くなるはずなの。え、全然浄水器買うより全然いいですよね。そう、全然安いし。で、交換樹脂も私たまたま、まあ最初だから、はいはい。1リットル入りで780円ぐらいのやつを買って、はいはいはい、何回できるかなと思って、はいはい、今まだ2回目か。はいはいはい。で、私の場合はその50リッターで水替えでちょっと量が多いから、はいはい、ほとんど使い捨てになっちゃうけど、はいはい、水が少ない人は2回とか使えるわけないです、はいはいはい、同じやつ、はいはい。そうするともっとコスパ良くなるし。その部品自体よ、あの、よくわかんないですけど、普通に売ってますか？ペットコーナー。あの、アマゾン、アマゾン。あ、アマゾンで買えますか、全部。で、今ね、多分ね、それ買ってる人が多いからなのか、イオン交換樹脂からのページに入ると、はいはい、下の方によくセットで買うといくらぐらいですってみたいなの出るじゃない。はいはいはい。あそこでみんな同じの買ってるから、はい、イオン交換樹脂と、はい、その色化ってやつ、はいはいはい、とこれを買うと、あと TDS メーターか、はいはいはい、この3点セットでもうすでに出てくるの。あ、もうみんな買ってるんですね。そうそうそう、流行ってるなのかな。そう、だからそこを見ればもうどれが必要か分かるから、はいはいはい、あ、 TDS メーターない人はうん、いやないしょ、そうそうそう。気になる、調べてみよう。そう、だから浄水器買うより安いやと思って。
よくそんな発見しましたね。すごいですね。すごいよね。うん。どうやってわかるんだろう、そういう仕組みを。ね、本来はその前 にあの RO、うんうんうん、に1回してからそれやった方がもっと持ちはいいっていう話、はい、あ、うん、ある程度綺麗にしてから最後 TD、はいはい、イオン交換樹してやった方が、はいはい、効果は。でもうちはそれ自体持ってないからもういいやと思って、うん、でもそれだけでも効果はあるんですもんね。全然全然もう。え、スリブルさんはアルを使われてなかったんですか、今？今まで、あの、水道水です。時代。え、でも、うん、意外かも、それは。もう、絶対使ってると思ってた。うん。でも、全然、もう、初めてやっと。へぇー。いろんな人に怒られたから、いい加減買いなさいって言われて。だってそう、欲しいやつが浄水器が5万ちょっとするやつだったのか。高い、うん、ね、うん、高い。5万はちょっとと思って。いや払えない、高い。で、私捨て水が嫌で、はいはい、でかつあの蛇口がつなげないんですよ、うち。おあの外まで出ないと、はいはいはい。おそういうってなると、その蛇口からつける浄水器ってうち使えなくて、あの洗濯機はいちいち外さなきゃいけなくなっちゃう。めんどくさいじゃないでしょ。大変だそれは。そう考えたら、うーんと思って考えてたとこでたまたまそのやり方を知ったから、それでいいじゃんってなって。へえ、すごい。そんな裏技があったとは。すごい、すごい。本当に苔のつき方が全然違うのね。へえ。私毎日苔掃除してますよ、ガラス。だよね、うん、そう、前まではそうだったけど、今数日間ぐらいは放置してんのか。めっちゃ曇る。いいな。曇る曇る。めっちゃ曇る。前とりあえず起きたら苔掃除みたいな。最初砂も立ち上げてから結構表面苔、はい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 、がついてたのが今だいぶ落ち着いてきて。でも早いですね、落ち着くのが。そうだから、いつもこれなくなるのに 3,4 ヶ月かかってたのに、はいはいはい、まだ最近ですもんね。そう、ゴールデンウィークに立ち上げてから今2週間ぐらいなのか。早っ。早ーい。そうそうそう。すごい。めちゃめちゃ効果的ですね。そうだ、あと一つ聞きたかったのが、はい、前のライブで、初3円下がらないのウールマット取ったらいつも下がって見てたじゃないですか。うん、あれは、ベルリン式ってことですか？なんか私が聞いたのは、はいはいはい、ずいぶん前に結城さんがライブでやってて、はい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 、ウルマットに結局、はいはい、その汚れが溜まっていくから、はいはい、溜まりが要は硝酸塩のもと、あ、そっか、はいはいはい、になっちゃうから、はいはい、それウルマットを こまめに変えれば別に問題はないんだけど、はいはいはい、それをずっと汚れたまま放置しちゃうと要は蓄積してっちゃうから、はいはいはい、下がらないと。そっか、それだな。なんかめっちゃ汚れてきたら洗ったりはするんですけど、新品と交換していかなきゃいけないのかな。本来はそうなんじゃない。あ、そうなんですね。で、私も前ウールマット使ってた時は1枚しか使ってなかったから、はいはい、あ、そうそうそう、めちゃめちゃ分厚く入れてました私。そう、だからモアさんすごいいっぱい使ってんなと思って。もうずっと何年も両方の水槽こんだけ入れてますよ。もう入れまくってるからずっと硝酸塩あったのかな。そう、ずっと硝酸塩下がんない下がんないって言ってたのは、うん、まあ、1個じゃないと思うけど、そういう細かいことの積み重ねじゃないけど、そう、テトラの試験紙でやってた時に全く詳細に出なくて検出されなくて、あの紙で。わかるわかるわかる。私も前使ってた時は全然出てなかった。出ないですよね。すごい、なんかあれ出ないですよね。だから安心しきってて、そうそうそう、いざ
レッドシーの試薬買ってめちゃめちゃ高かったから驚愕するって。そうそうそう、同じ同じ。そう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 、でも私もあのほら試薬当たったじゃないですか。はいはいはい、あのアクアティクさんのやつ。はい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 、あれまではテトラのその試験紙でやってて、はい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 、あ今日も詳細に出てないなと思ってて、はいはい、でそう、まあ、試薬当たってやってみたら、はい、めちゃくちゃ出るじゃんって。そうそうそう、嘘だろみたいな。そうそう、もうそこでもうあこれダメだと思って。いや本当ですよね、なんか誤差は結構あるよみたいな、精密じゃないよっていう話は聞いてはいたんですけど、そうそうそう、ここまで精密じゃないと誤差っていうレベルじゃない。そう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 、天と地の差が出てびっくりした。そう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 、でそう、なんだっけ、キッチン用の不織布は結構あれ細かいゴミまで取れるの意外と。はい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 、で私とかその立ち上げしたばっかりとか砂が舞ってる時は、はいはいはい、3枚重ねにして細かい汚れ取って、はい、普段は1枚とか調節ができる。はいはいはい、と、はい、あと安いから、はい、まあ、2日ぐらいでポイできるわけよ。はいはいはい、そうすると、うん、いや汚れがたまらないから、はいはい、あのね、綺麗な状態を保てるっていうか。はいはいはい、ウールマットって地味に高いじゃないですか。あ、地味に高いですね。だからくったくたになるまでも洗い通すんですよね。そう、使ったの。そう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 、そうそう、高いから。そうで、ね、結局変えようと思ったらないとかさ。あ、そう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 、あるあるだよね。そう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 、あるあるですね。え、じゃあ、うちの熊の実水槽と本水槽からあのウールマット取って不織布のあのやつ、キッチンのやつつけて、ロザイはどうしたらいいんですか？そのままでいいのかな？ロザイはそのままでいいと思うけど。そうなんですか。ね、どれぐらいの詳細にするのかによるんだと思うんですけど。どれくらいになっちゃうんだろう。なんかゼロも嫌だし。なんか今までこんだけ、うん、多分ずっと詳細高かったと思うんですよ、テトラの時代も。うん、で高くてもやっぱりすごい元気だから多少は残しておきたいから。うん、そうそうそう、モアさんの水槽は多分その10ぐらいが多分いいのかもしれないよね。合ってるのかもしれないですよね。うん、だってアクアティクさんだって核、はい、とか入れてる水槽、はいはい、まあやっぱ10ぐらいあるって言ってたから。あ、本当ですか。そう、はいはいはい、でなんだっけ、その低い水槽の方に入れちゃうとやっぱ調子が落ちてきちゃうから、はい、あ、その分けてるんだって話をされたから、緑石と川別に。はいはい、ある程度はないとダメっていうのはそういうとこなんじゃないか。あー、どうしよう。一旦全部抜いて。ゼロにはね、ゼロはなかなかならないよ。あ、よかった。それならいいんだけど。そう、ならないならいいんだけど。とりあえずもう今、どこまで下げれるか今やってるけど、はいはい、まあ、下がらないよね。今どれくらいなんですか？今、2まで来たか。おー、いいじゃないですか。もっと下げたい感じなんですか？どうしようかなと思いながら。うん、もうでもまだリン酸がね、はいはい、まだちょっと出ちゃってるから、はいはいはい、そっちを先に下げて、はい、かな。なんでうちの水槽はリン酸が出ないんですかね。そう、不思議だよね。測り方間違ってるのか、なんでだろうと思って。なんか出ないわけないと思うんですよ。バロニアめっちゃあるし。その中にいっぱい吸着されてるとか。もう存分に吸ってもらってるのかな。どうなんだろう。でもそれか、あれじゃない、はい、なんだっけ、昨日 YouTube で出てた、はいはいはい、なんだっけ、どう忘れちゃった、ヒゲの。はい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 。あれがリン酸吸収してるとか。あ、ヒゲゴケ自体がですか？なのか分かんないけど。ああ、異常にでもヒゲすごい生えるんですよね、ヒゲばっかり。うん、でそれで成長しちゃってるのか。ああ、ありえそう。リン酸だってなんか下げるやつとか入れてます？本水槽の方には一応リン酸吸着ロザイ入れてるんですけど、
まあ、それで仮に吸着してもらって出ないのはわかるんですけど、熊の実水槽は入れてないんですよ。だけど出ないんですよ。なんでだろうと思って。謎なんです。なんでだろう。なんでですか。あ、そうか。で、とりあえず私の水槽はウールマットを取ろうかな。全然楽管理が。そうですよね。洗わなくていいですもんね。そう、もうそのままポイ出して、あの、なんか、布団用の洗濯バサミ？うん。あ、そう、今日買ってきたんですよ、それを。あ、すごい。そう、あのデカめの洗濯バサミを。で、押さえるとちょうどいいって。あ、そうなんですね。よかった。そう、やってみようと思って、ちょっと勇気を振り絞って。なんか、ウールマットをもうずっと最初から使ってたから、それを取るっていう不安感がある。むしろあれだったら1枚ずつ取っていけばいいんじゃない？あ、徐々に減らすパターンですか？そうそうそう、いっぺんにじゃなくて。あ、じゃあ、1日1枚ずつ。そうそうそう。1週間かけてなくしていくみたいな。で、あまりにも数字が下がりすぎたら1枚戻すよ。ちょっとウールマットで詳細調節して。でもそんなに変わるかな、どうだろう。え、もし取ってもすっごい高かったら何が原因なんですかね。仮に取ったとしても露材？露材が悪いのかな。あれだって、はい、ずっと使える露材使ってます？え、わかんないです。それすらわかんないです。賞味期限みたいなのあるんですか？だってなんだっけな、私前バイオボール使ってた時は、はいはい、なんかあれ何ヶ月に1回交換してくださいって書いてあった気がする。あ、マジですか？あの、うん、バイオボールメルカリで注文して、そう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 、箱なしで届いたんですよ、中身だけ。うん、で発送しますみたいな。で、中身多分同じ人なのかな、私。たまたまそれが、はい、買う量が多くて箱できた時があって、はいはいはい、そこに書いてあったのよ。何ヶ月なんだろう。3ヶ月とか。3、4ヶ月じゃなかったっけ。あら、したらもう完全に期限オーバーですね。バイオボールじゃなく普通のあのリングロ材は期限あるのかな。ねえ、私もね、そういう露材使ったことがなくて。あ、何を使ってるんですか？今はあの、はい、ゼルクスのやつ。あの、もう1年ぐらいなのかな。はいはいはい。スポンジのやつですか？そう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 。あ、もうこれを機にね、モアさんももうあの、うん、噴火デビュー。いや、怖いもん。怖いもん。噴火してる人しかいない。ないよ。なんかみんな、でも私噴火しなかったですよ。あ、本当ですか。え、何が原因で噴火するんですか、うん、あれは。なんか一応それについてるなんかあの、はい、なんか薬剤なのか何なのかが悪さをするらしいんだけど、はいはいはい、私洗わずにそのままチャポンしちゃったんです。それでも噴火はしない。しなかった。へー。私の中の勝手な仮説なんだけど、はいはいはい、私あの出たばっかりの時に買ったのよ。はいはいはい。でその時は確かに噴火するって人いなかったのね。へえ、はいはいはい。私途中で変わったんじゃないかと思ってんだよ、あの学生あたりから。そうから急にみんな噴火する言い出したでしょ。あ、なんかもう最近絶対みんな噴火しますよね。そうしてるでしょ。なんか私が買った時は全然そんな人いなかったのよ。改良されたのかな。噴火作用を引き起こしますみたいな。ね。ええー。念入りに洗ったら大丈夫じゃないかな。しても、すぐ収まるみたいな。本来は洗わなきゃいけないものなんですか、それは。うん、洗うように書いてありますね。私は、いや、そのままポイって。それでも無事。無事だった。へぇー。はい、L を使ったんですか？ L です、L です。L、L。うん。え、あれは沈まないんですか？なんか結構みんな浮いてくるみたいな。最初浮いてて、だんだんこう、効いてきてからなのかな？沈み出したかな？へぇー。気になってはいるんですけど。あれはね、いい。確かに。
今から買ったら絶対噴火するんじゃない噴火したら噴火したらほら動画のネタまたできるっす。ああネタにね、すごく嫌なネタだよね案の定みたいなえー、いやまあまあまあいいネタにはなりそうですね。買ってみよう。その前私ロナイツラ入れてなかったから。もうスキマーだけですか。ベルリンでやってたんですか。いやあのベルリンなのかな、豆カルを熱く引いてたんですよ、うんうんうん、だからいいやと思って、はい、はいはい、うんうんうん、それの期間が3年ちょいぐらいか。はいはいはい、うんうんうん、やっぱスリーブルーさんどのくらいやられてるんですか。マリン役は今6年ぐらいかな。6年ぐらい長い。だってモアさんのって長いじゃないですか。いや私めっちゃ短いですよ。なんかたまに長いと思われてるらしいけどめっちゃ短いですよ。あ多分そうなんだ。はい3年ぐらいじゃないですか。どうだろう。え、そんな、え、そんななんですか。え、そんなだったんですか。気がするんですけど。いや、動画遡っても、割と短いと思う。え、2018年とかそこらだと思う。あれ今2021年だよね。はい。ああ、そう。18年、17年。へぇー。そう、短いんですよ、だから私。ほんとに。しょぼい、しょぼいやつ。意外。本当ですか。あ、絶対18年だ。18年に緑風がやってきた。あ、そうです。ゲーセンで。ゲーセンで撮っちゃって、その時本当に魚とか全く興味もなくて、で、なんかそのゲーセンにあの生き物が置いてあるってことに、なんか何の違和感も抱かないっていうか、本当最悪なんですけど。なんか。びっくりしちゃった、私もう。ねえ、たまたまといっぱい取れちゃって、それが。で、取ったからには、飼育しようって子供たちと言ってて、うもうその日にいろいろ揃えて、飼育し始めて、で、フグのこともよくわかんないから、フグだから海だろうと思って、海水買って、海水に入れちゃって、そっからスタートですね。へぇー。そうなんですよ。でも緑フグってあれって汽水域じゃないんですか、もともとは。で徐々に慣らしていけば海水でも買えますってやったやつだったと思うんですけど。そう、なんかその汽水、汽水って聞いたことがあって、汽水ってなんだろうみたいな。うーん、まだ海水までも行かないやつなんだなと思って。そうそうそう、そっからですね。へー。え、おみちゃんさんは何がきっかけだったんですか。え、始めるきっかけですか。始めるきっかけ、始めるきっかけはやっぱあのファインディングにもですね。あ、じゃあ同じぐらい、もしかして。いやいやいや、僕は、うん、だってもう30過ぎぐらいだから。あ、最初の時のっていうことですね。そう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 。なるほどなるほど。どういうことどういうこと。最初のやつです。最初のニモが、その映画、ほら最初ファインディングも、はいはい、うん、で、その次はどれでしたっけ。そうです、そう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 、最初のやつですよ。いつ出た映画なんでしょう。もうかなり前、結構前ですよね。最初もう20年ぐらいになるんじゃない。そんなになるんだ。かれこれ、うん、私全然ファインディングにも見たことがなくて、最初の頃大人になってから初めて見て面白いと思って。そう、あ、そんなになるんだ。もうそんななんだ。早いですね。早いな。ねえ。もうあの頃と比べると本当、うん、まあそのこのコロナ禍がね、かなり影響してるんですけども、うん、値段が爆上がりしてるんですね。サンゴも魚も。確かに。だってあのほら、あの普通の波の波やこって思われてたフレームエンゼルとかレモンピールとか、はい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 、あの辺がね、サンキュッパとかやったんですよ。いやピールいいな。それが今ね、2万弱ぐらいするんでしょ。そんな高いんだ。キイロハギとかやばいですよね。キイロハギ、ありえないですよ。最高額今いくらぐらいなんだろう。キイロハギも2万ぐらいしちゃうんですか。2万まではいかないぐらいじゃないですかね。高いな。
高い。なんか高いお魚さん怖くて買えないんですよ。もしねえなんか病気になっちゃったらどうしようと思うと怖くて買えない。いや私も1万以上はまだ出せない魚には怖くて。怖いです怖いです。ドリー買う時でさえ怖かったですもん。怖かった。魚ってこんなに高いのと思って。え、でも、うん、そう。まあ、さっきその、モアさんと DM で話してたんですけど、その、はい、店舗店舗によって値段がすごく差があるじゃないですか。うん、ああ、ありますね。で、私が九州なんで、はい、あの、空輸便じゃなくて陸便で1日で届く距離っていうのが、まあ、一番遠くて愛知県なんですよ。はいはいはい。だからまあほぼほぼ関西エリア、まあ、アクアギフトペットバルーンで買うんですけど、はいはい、まあ、でもその辺は結構安、あの本当なんていうかな、良心的な価格というか、いいな。でもなんかショップがいろいろありますよね、そっち方面。羨ましい羨ましい羨ましい。なんかすぐ行けるところにそういう大型ショップが欲しい。旅行がてらじゃないといけないから。あ、確かにモアさんそうですよね。あ、そう、どこ行くにもなんかもう遠い、とりあえず。いや、そのこと自分でショップ開いたら。いや、無理。本当に私、本当なんかあの、すべてにおいて飼育もそうですけど、全部自信ないんですよ。マリンアクアリウム。本当に。動画配信してていいのかなって、なんかたまにすごい悩みますもん。すごい自信ない。すべてにおいて。でも、なんかね、質問とか来ると、すっごく悩むでしょ、うん、どう答えていくんだろうって。私の考えはこうだけど、そうそうそう。いや、違う考えの方もいるよねって。そう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 。だから、そう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 。すごい悩む。これを安易にこう答えていいんだろうかって。そうそうそう。だからもう、答えるときはもう私の場合っていうのをつけます。確かに確かに。私は、みたいな。なんか難しいですよね。マリンアクは、いろんな考えの方が多いから。そうそう、だから本当になんか言う人も限りある程度限定して言わないと、うん、相手選びますよね。そうですね。なんかいろいろ知っちゃうとなんかこうね、うん、あ、この人にこれ言うとなんか 波風立ちそうだし言わないでよこうみたいな。そう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 。なんか言えるような知識はないけど、なんかそういう難しい感じのアクアトークには極力入らないようにしてる。そう、なんかこっちもよくわかってないから、なんか言えないしみたいな。そう、聞くことの方がやっぱメインで。そうですね、質問は、うんうん、するけど、なんか自分のことは言えない。そうそうそう。言っても、なんかね、私だったらモアさんとか、はいはいはい、こう、なんていうんだろう。直接連絡取れるような人じゃないと言えないよね。はい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 、あ、分かる。怖いから。わかります。ツイッター上にこうさらっと流れてくる中だけではちょっと言えない。そうそうそう。いつの間にか水木さんいなくなっちゃった。え、いないんですか？今、うん、3人しか表示されてないですよ。あ、本当だ、うん。お忙しいのかな？忙しいのかな？仕事中かな？そうそう、モアさんのスタッフをね、はい、はいはい、増えてきたよ。え、嘘！絶望スタッフ。絶望スタッフがちょっと希望になりつつあるよ。本当ですか？え、それはもう、あの、ハンナのスプレーな感じですか？なのかな？でも、多分それが大きかったのかな？へぇー。え、あの、ハンナのスプレーは直接、サンゴにシュッシュってやるんですか？そう、夜、あの、ポリープが出てない時間あるじゃないですか。はいはいはい。その時に取り出して、そのままスプレーして。はい、で、そのままどこ？そう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 。へぇー。え、すごい。なんか、うちの水槽にいた時は、うん、あの、スーポリップは、ほんと、まだらにですけど、ポチポチポチとは出てたんですけど、
なんだろう、あの魚肉の部分が日に日にポソポソしてて、うん、なんだろう、もう乾燥肌みたいな、ポロ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 の細胞細胞が落ちるみたいな感じになってきてて、もうこれもう消失する一方だなと思って、いや嬉しい、それちょっとあれ今まだ家にモアさんとこにもいるんですか？なんだ、もともとついてた、うん、その絶望スタポがついてたでっかいライブロックあるんですよ。その端っこの方に、はい、そのなんか元気が良かった頃のその絶望スタポがついてて、そこは元気です、いまだに。あ、そうで、傷んじゃった部分をそのカットして置いといたけど、弱っていく一方だから、ブルーさんとガクさんに引き取ってもらって、入院してもらってる。ガクさんとこのどうなったんだろう。どうなんですかね。まだガクさん返事来たの？報告はいただいてない。入あ、ガクさん返事来ないね。そういえば。あ、送ってなかった。今外に出てるって。あ、そうなんですね。うん。ともさんはね、下の子が元気でうるさくて走り回ってるからうるさいよって。あ、そうなんだ、そうなんだ。下の子が男。上の子が女の子だった気が。3分覗かしとけばいいんでな。ツイート見た。かわいい。かわいい。監視中みたいな。全然水槽に興味持ってくれないですよ、うちの子たちは。全然我関せず、もう。いろいろ勝手に教えたりしてるんですけど、全然話を聞いてくれない。あれ、まあでも逆に、うんうんうん、そっちの方がね、平和。そうですね。添加剤と称してなんか変なもの入れられない。変なリスクはないし。そう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 。あれ、つとむさんでしたっけ、ソースかなんか。入れられちゃった人、そのさんだっけ、誰でしたっけ、なんか誰かが子供に添加剤の真似してソース入れられちゃった、誰、あれそのさんじゃなかったっけ、誰だっけ、誰か忘れちゃった、誰だろう、小さいお子さんいる人、そうです、そうです、あ、え、つとむさんじゃない違うかな、なんかその後ソースの効果があったのか、緑石がめっちゃ色上がりしたみたいななんか言ってた記憶があるんだけど、違うかな、何の効果があるんだ、いや、わかんないわかんないけど、なんか発色が良くなったサンゴがいるみたいなあ、植物性だからかなって、そういうことなんですかね、なんかいい効果あるのかな、ポジティブシンキングに、そうそうそう、なんか花とかに、はい、なんだろう、ユンケルとか入れると元気になるとか言いません？知らない。ユンケル、花瓶の花とかに、はい、いろいろ適量の、はい、ユンケルだったと思うんだけど、そんなん入れたらすごい元気になった。適量がどれくらいか分かんないですよね。うん、分かんないけど。何、そういう栄養ドリンクの成分が、そう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 、植物にも。いいんですかね。観葉植物にも良さそう。そう、ほら、リン酸の、はい、バロニアのリン、ね、はい、そのバロニアから排出される、はいはい、のリン酸濃度の次は、はい、サンゴにユンケルが効くのかっていう動画に。いや、怖いよ。怖いわ、水槽にはちょっと怖いですね、それ。大変、隙間は大噴火しちゃう。いやいやいや、マジで大噴火だと思う。でも逆にすごいいい効果発揮したら、やばいですね。うん、バズるよ。ね、巷からユンケル消えちゃうよ。アクアリス。革命家になるよ。革命ですね。マリア破壊の革命人、ユンケルを転化するっていう。もうなんかいい意味でバズるか悪い意味で炎上するかじゃない。
すごい嫌だ。嫌です。もうね、うちはね、はい、なんだ、リーフエナジー入れたら、もう苔が爆食して。ああ。それは。だから、立浪買い買ったんです。ああ。リーフエナジーの添加頻度が私よく分かってないんですけど、あれは毎日入れるもんなんですか？いや、毎日じゃなかった気がするんだけどな。うん、2日か3日じゃないっけ。そんな頻度で入れるんですね。サンゴの、ご飯と一緒に入れてるんですけど、うん、週2回ぐらい。どうなんだろう。でもなんか、リーフエナジーのせいで苔が爆食しているのか、もともとの水道水が悪いのか、どうなんでしょう。リーフエナジーでもあるんじゃない。私は、底砂が苔だらけだったから、はいはい、アミノ酸系の添加を一回やめた方がいいよって言われて、そう、今リーフエナジー入れてないのね。あ、そうなんですか。そしたらやっぱ減ったから、そうか。じゃあ、餌は餌だけで入れていこうかな。あ、まるさん。え？おはようございます。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 あれ、今現場じゃないんですか？うん、バリバリ現場ですよ。え、大丈夫ですか？ちょっと。チャンネル登録、よろしく。